どうも、PO25 です。MLB の話をしていこうかなと思います。もうこの時期の MLB の話といったらこの話一択、トレードです。はい、まあ、デッドラインを迎えまして、いろんな、ね、動きがありました。今年のトレードデッドラインは何といっても外とベル、あの二人がパドレス行ってまして、パドレスもね、まあ、ケンジー・ゴバ、CJ・エブラムス、あとはジェームス・ウッド、ロバート・ハッセル、あともう一人を出したっていう大きなトレードありましたが、じゃあ私の応援するブレーブスどうだったのかっていうのをちょっとねお話をしていこうかなと思います。はい、ブレーブスに関しては結構その事前の噂っていうのは立ってなかったんですね。まあ、ドリューリー取るかなぐらいとか、あとはマイケル・テイラー取るかなぐらいの話だったんですけれども、まあ、蓋を開けてみたら期日にね結構動いたというところで、まあちょっとお話もねしていこうかなと思います。では行きましょう。はい、というところで、時系列順に、トレードデッドラインのお話というか、ブレーブスが獲得した選手のお話していこうかなと思います。まず1人目、エイレ・アドリアンザ取りましたね。まあ、トレイ・ハリスと後トレードという形になります。21年以来の、ブレーブス復帰となりますアドリアンザですね。まあ、21年は随所でいい働きを見せてくれたユーティリティプレイヤーでございまして、私がやはり一番印象に残っているのはですね、フィリーズ戦のサヨナラヒット、5月の8日だったかな、フィリーズ戦のサヨナラヒットが非常に印象ですね。あの試合のね、9回のサンドバルの同点ホームラン大好きなんですよね。パブローブっていう実況も含めてすごい好きなんですけれども、まあ、その試合にね、サヨナラを打ったアドリアンザでございます。ただ、まあ、成績画面に出てると思いますが、今年かなり打撃不振でございまして、まあ、立場的にはセカンドのバックアップかなというところではございますかね。まあ、アルシアが今現在メインで務めてまして、まあ、8月後半には、アルビスが帰ってくるというところにもなってますので、まあバックアップ、あとユーティリティというところですからね。これに伴いまして、カノーが DF になりましたのでもうカノーはちょっとね、ブレーブスで、見れないというところでございますが、まあ、ちょっと残念ではあるんだけどね、まあしょうがないかなとは思います。1人目、アドリアンズでございました。2人目は、タイガースから、ロビー・グロスマン取りましたね。交換相手がクリス・アングリンというところでございまして、まあ、今シーズンね、こんな感じの成績のグロスマンでございますが、グロスマンはなかなか意外でしたね。なんか、トレード候補って言って、なんでグロスマン出さなかった、グロスマンって聞いたときに、あ、グロスマンいたなと思ったんですけど、なんでグロスマン出さなかったんだろうね。まあそんな感じでございます。まあ出塁能力に優れた外野手でございますね。ただ、まあ今年は OPS5 割台と、なかなかちょっと打撃不振を極めている、グロスマンでございますが、ただですね、選球眼というのはやはり健在でございます。BB パーセントでしたりとか、チェイスレートっていうのは MLB でも上位に、位置しておりまして、さらに今年はですね、左投手に異常なほどの強さを発揮しております。おそらく画面にベースボールレファレンスから引っ張ってきた、成績に載ってると思いますが、非常に強い。まあ、エディロサとかオズーナが、決して左に強いわけではないんですよね。エディロサは確か右よりも左の方が確か打率高かったけど、まあ、よってそんなに数字は高くない。オズーナは、左に対して右よりも成績低いというところで、まあ、対左として非常に重宝できる存在かなとは思います。はい。ロビー・グロスマンですね。いい補強ですね、グロスマンね。さすが。3人目行きましょう。3人目はジェイク・オドリッチでございます。まあ、交換相手はウィル・スミスというところで、まあ、今シーズンの成績ご覧のようになってますけれども、いや、驚きましたね。なんかウィル・スミスとトレードって聞いたときは、あ、そうなんだと思いましたけどもね。まあ、正直、イアン・アンダーソンが今年本調子ではないというところもありまして、ベテラン先発を加えて厚みを出すといった感じですかね。まあ、なんでしょう、驚くほどのレベルアップにはなりませんけれども、やはりこう、厚みを加えるというところでは非常にいい補強なのかなというところではございます。今年のオードリッチ、ハードヒットパーセントとか バレルパーセントっていうのは結構優秀でございまして、非常に、かなりこう、強い打球をね、打たせないっていうところに関しては、すごく優れているピッチャーだったというところでございます。これびっくりしましたね。まあ、ウィル・スミスがですね、7月8試合で 9.00 っていう防御率だったんで、ちょっと最近打たれ気味だったっていうところもあってトレード。まあ、しょうがないはしょうがないですけれどもね。やはり、まあ、昨年のね、ポストシーズンでの熱投っていうのは忘れられないですよね。ありがとう、ウィル・スミスというところって、ヒューストン行ったらね、なんか魔改造されそうな気はしますけども。モンテロとかっていう例がありますんで、すごい魔改造されそうな気はするんですけど。そんな感じでございます。はい、続いて4人目ですね。4人目、ライセル・イグレシアスです。はい、交換相手はジェシー・チャペスとタッカー・デビットソン。まあ、これは、そうですね、すごかったですね。まあ実績のあるリリーバーですね、ライセル。まあ、21年は自己最多タイの、34セーブを挙げまして、まあ今年ちょっと不調というか、なんかこう、どうしてもちょっとこうエンゼルスが負けまくってる要因の一つみたいな、
感じはしてたんですけど、まあでも実績はありますから、うん。残りの3年分、エンゼルスと結んだ4年契約で、残りの3年分のこの契約もブレーブスが引き取るという形。どっちかっていうと、こう、エンゼルスのサラリーダブルに貢献したかなって気がするんですけれども。うん。まあ、ただ、実績はあります。今の成績上、ちょっと実績のことしか言えないんだけど、言って 4.0 なんですからね。そんなに、もっと印象悪いイメージありましたけど、まあまあまあでしたね。まあ、チャベスが抜けるのが若干の痛手ではあるんですが、まあそこは、しょうがない。復活させることができれば非常に大きな戦力ですから。うん。まあ、ちょっとカービーイエツがいつ帰ってくるか分かんないんでね。もうカービーイエツの名前忘れてたもん。ルーマーズで、ね、ウィル・スミスのトレードのニュースがあって、その下の方にカービーイエツって名前を見たときに、あ、イエツといえばブレブスいたわと思って。それ見るまでイエツの名前忘れてたんですけど、イエツもいますからね。まあ、そういうところもあって、来世でちょっとね、頑張ってほしいなというところでございます。はい、というところが、ブレーブスの動きでございました。まあ、コントレラスとかハップっていうのがですね、今年動かなかったと。まあ、すごくこう、送り出してもらったあれには、なんか、いずれなって感じますけどね。まあ、そんな中でございましたが、まあ、ブレーブスは、しっかりと動いたという形にはなってますね。まあ、なんといっても、このトレードもそうですけども、同時期に、契約成立した、ライリーとの10年契約って、これは本当に驚きというか、もう、嬉しかったですね。まあ、そんな感じで、まあ、ライリーの10年契約に関してはね、また動画出すか分かんないんだけど、一応そういうのはありましたよという話はしておこうかなと思います。というところでございました。まあ、簡単にね、ブレーブスのトレードデッドラインを振り返りました。ありがとうございました。チャンネル登録待ってますんで、よろしくお願いします。バイバイ。